皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は沼津市にあります東洋高校の学校説明会のお知らせです。東洋高校の学校説明会が東洋祭、学園祭、この一般公開に合わせて実施されます。日時は6月4日の土曜日、午前の部、午後の部分かれていて、午前の部が11時から12時、午後の部が13時から14時、このようになっています。内容は学園祭、東洋祭の見学、そして東洋高校の説明、この2つです。事前申し込みが必要です。申し込みは東洋高校のホームページからできますので、そちらから申し込んでください。今回は東洋高校の学校説明会についてお知らせしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。